ようブラザー、幸せゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのは今、行幸の紹介なんですけども、一応元素で発動する結晶シールドに関してのお話です。この結晶シールドって何だっていう話とか、結構みんな気になるところですよね。この結晶シールドっていうのは、元素熟知を上げると影響するこのシールド。簡単に言うと、例えばノエルが自発でやるシールドとか、北斗が自発でやるシールド、あれとかは影響しないんですね。で、例えば行幸が敵を攻撃して、で、例えば水元素ついてる、氷元素ついてるような、もともとまとってるスライムに攻撃すると、その元素のシールドが生成されて落っこちますよね。それが結晶シールドです。で、結晶シールドはダメージ吸収量が、この元素熟知によって変わります。ただ、伸びしろで言うと、例えば元素熟知、今356まで上げてるんですけども、それでも 89.9% とか、その程度ですね。で、これは何に対しての89.9%なのかっていうのが多分わからないと思うんですけども、これはシールドの、基礎の数値っていうのが何かに依存されてあります。その何かっていうのは、防御力、攻撃力、HP 上限とか、そこら辺ではなくて、レベル依存ですね。レベル依存で上がることみたいです。で、今ね、行幸でちょっと調べてみたんですね、自分で。そしたら、レベル50で、そのシールドの数値が716、51で733で、この上がり幅で言ったらなんかおかしいんですけど、レベル55で800上がりました。800までになりました。なので、おそらく、レベル5、レベル10上がれば200とか、レベル5上がれば100とか、それぐらいずつ上がるんじゃないかなというような感じです。なので、レベル80になると、このシールドの素数値が、元数値が1300ぐらいになるんじゃないかなって思ってます。ちょっと行幸レベル上げてないんで、ちょっとまだわからないんですけども、僕自身は、多分それぐらいになるんじゃないかなっていう計算です。で、そうなると、元素熟知が例えば100%とか上がるとしたら、それが倍になると、いう感じになりますね。ただ、ちょっとこの後検証するんですけども、多分この元素熟知ガンガンモリモリにしていくっていうのは、いいんですけど、結局1300とかになってくるんで、あまり効果がないと。熟知もそれが倍になるぐらい、2700ぐらいになるんで、一番いいのは、属性の合うところ。属性の合うところに行くのが一番いいですね。そうすると250%乗るんで、元素熟知ね、400まで上げても100とかその程度なんで、それに比べるとかなりコスパのいい、パフォーマンスのいいのはやっぱり属性の合うところ。例えばスライムが氷まとってるところに行ってみたりとか。なので、元素熟知モリモリの行幸を作るよりも、普通に火力盛りにして、エッセンスとして属性が合うところだと爆発的に強いね、行幸みたいな、そういう使い方がいいんじゃないかなと思います。で、今回実験のために使ったのが、この生物の、共感のセット。元素反応を起こしたとき、要するに結晶化したときに、元素熟知が全員上がります。これはこれでね、行幸ありだと思うんですけどね。元素熟知も上がるし、あとは武器に関しては、祭礼、元素熟知が上がります。っていう形のステータスとなってます。では、一応今回これでね、螺旋12層、氷スライムとかいっぱい出るんで、そこでね、シールドをいっぱい落とすと思うんで、それをちょっとやってみたいと思います。検証です。実験、この先にあるんで行ってみましょう。さあ、到着。一応こんな感じで、まずは行幸やって、氷のついてるやつ、このスライム2個結晶で出ますよね。だ、この結晶を拾います。で、さらにこうバチバチ打っていきます。もう結晶がどんどん集まってると思います。で、結晶割れちゃったんで取りに行きます。これ取らないと死んじゃいますんでね。それぐらい今行幸の源泉の具合はひどい状態です。バーン。
通だったらもうね死んじゃってるんですけど、ほらこうやってシールドを貼りながらで結晶を落としてそれを取る。これ取らないと死んじゃいますからね。あ、割れちゃった。あーダウン。まあこんな感じ。まあ、これがちゃんとレベル80とかになって、まあ、行幸さんが6000とかのシールド貼ってればかなり有効なんじゃないかなみたいな。だからレベルが低い状態でやるより、例えばレベルが今低いんで、あの基礎が800ぐらいの状態の行幸だったんですけども、レベル80とかになって基礎が、まあ、1300の状態であれば、それかけるあの属性の合う属性のやつなんで 250% だ、元の数値にかけるんで、だからそれがかなり強くなるんじゃないかな。だからレベルしっかり上げるのがいいですよっていう、まあ、簡単な結論になりました、はい。ただレベル依存だってことは皆さん覚えて一応検証してみればいいと思います。なのでレベルの低い状態であのシールドを出せるからサポート入れるんだよっていう考えたら、それはあまり効果的じゃないっていう結果になりました。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じですね。ちょっと今レベルがまだ56の行幸だったんで、まあレベル依存であるこのシールドの強化率であるので、ちょっとあまりあの効果の方はね体感できなかったかもしれないですけども、まあ、これが属性が合うところで熟知を持っていてレベル80だとしたら、今のシールドが6000ぐらいあのガードできるようになります、はい、6000ぐらいのかけらシールドが出ることになります。で、注意点としては行幸で出さなきゃダメですね。例えば熟知の高いキャラクターであの行幸でシールドを出すと、そうするとあの属性が合うと、まあ、6000、ただ熟知の、低いキャラクターでやると、まあ、100% 以上あの下がっちゃうんで、まあにそうだな、熟知ゼロだったらまあ結構2000とかそれぐらいは下がってくるのかなと思います。ただ元素熟知を上げることよりもシールドのかけらを使うとき、結晶シールドのかけらを作るときは属性があったところを選ぶのが一番有効だと思います。例えば属性が合うとシールドって250とか上がるんですけども、あの元素熟知ってもうこれだけ持っても 113% ぐらいしか上がらないんで、であればあの火力ガン盛りにしてやった方が行幸さんはいいのかなと思います、はい。ただまあ一つあの注意は、例えば熟知の高いキャラクターでかけらを出すときはあのその熟知が影響されます。かけらを出した人依存みたいです。なので例えば熟知0のノエルと熟知が400の行幸を連れてったときに、ノエルからシールド拾うよりはあの行幸から拾った方があの効果は高いと言います、まあ、一応検証動画なんで、まあ、この元素熟知モリモリの、まあ、行幸のビルドがいいとかそういうのではなくて、まあ、一応参考にしてもらえたらと。これ何依存なのっていう質問がすごい多かったんで、一応レベルで上がると、おそらくレベル80まで上がるとシールドの素体の数値は1300とかそれぐらいまでは上がるんじゃないかなと。まだ上げきってないんでちょっと検証できてなくて申し訳ございません。はい、ということで今回の動画はこんな感じになります、一応、まあ、こういった検証も含め、あとビルドの動画もいっぱい出してますんで、よかったらそっちの方も見てくれると嬉しいです。ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。